こんにちは。今回はコアラマットレスのレビューとなります。ワインを置いたマットレスの上で飛び跳ねても置いたワインがこぼれないという動画で有名で、寝心地もいいということで Amazon でもかなり高評価なマットレスとなっています。それで先に結末となるのですが、今回レビューするコアラマットレスですが、自分には合わずに返却しました。なので動画内でいい面も言っていくんですが、全体的に否定的な意見が多めなので、そこはご容赦ください。ということで商品情報となります。パッケージはこんな感じです。中はシートにくるまって丸まったマットレスが入っているのと、あとはコアラの人形が入っていました。取扱説明書などはありませんでした。シートを切ってマットレスを広げるとこんな感じです。徐々に膨らんできました。すぐにこんな大きさになり、その日に寝ることができました。ということでこのマットレスの情報を言っていきます。今回私が購入したのはこちらで、 Amazon で 55,200円で購入しました。このマットレスの特徴として、Amazon の詳細ページには以下のような記載があり、振動を素早く吸収する素材ですとか、三層構造でサポート力と快適性を高めている、抗菌加工を施したウレタンフォームであるというような6つの特徴があります。サイズは4種類あり、今回の私のはシングルとなります。で、大きさは具体的にはこうなります。このマットレスの情報としては以上ですが、もう一つ伝えたいことがあり、このコアラマットレス、他にも種類があるということで、全部で4種類あります。今回紹介するのはオリジナルマットレスという一番左のもので、値段としては一番安いものかと。で、それ以外ですと、まず高さとか違ったり、あとはマットレスの硬さを変えられたり、通気性とかでは別の技術が使われているようです。それでここからが感想となります。まず触り心地とか寝心地になるんですけども、私はちょっと硬めかなと思いました。ただ同居人にもこのマットレス寝てもらったんですが、逆にもう少し硬くてもいいなと言っていて、寝心地に関しては完全に個人的なものが入ってきてますね。あとは高さ21センチと、結構あって、私は収納付きのベッドフレームの上にこのマットレスを置いているんですが、そうするとちょっと高いなと気になりました。で、床に直置きだとカビとかの問題がありますし、公式としても床とマットレスの間には何か設置してほしいという見解があるようです。私以前は布団ということで、この高さに関しても慣れの問題とかもあるかもしれません。それで次からが本格的ないいところ、合わなかったところを言っていきます。まずいいと思ったところは、前は布団だったんですが、たまに朝起きると腰が痛くなっていました。それがこのコアラマットレスだと1ヶ月の使用で、使い始めの最初の 2、3 日は体に違和感があったんですが、慣れてきたその後は体が痛いとか、あと腰が痛いということはありませんでした。布団で悩んでいた腰痛がなくなったので、いいかなとなるんですが、次から言っていく合わなかったという部分も結構ありまして、まずこのマットレスだと蒸せるという点です。一応このマットレスの上に他者となるんですけども、ひんやりするカバーをつけていましたが、それでも蒸せて夜中起きることがたびたびありました。で、さっき言ったマットレスの機能で通気性を良くするという機能もあるようですが、自分はそれは実感できず、暑さで夜中起きてしまいました。部屋の温度とかが低めでも暑さを感じて、で、Apple Watch でその時の外気温を測ったんですが、こんな感じで10度ぐらいだったんですよね、その頃は。で、それでも蒸せるってどういうことなんでしょうかね。なんかカバーとマットレスが合ってないとかあるんでしょうか。で、次に気になったのが、横向きだと寝づらいという点です。
このマットレス硬めに感じたと言いましたが、横向きで寝ようとするとなんか肩の部分がきつく感じるんですよね。布団の時は、まあ、同じ枕とかを使っていてそんな肩の違和感はなかったんですけども、これもマットレスと枕の相性とかあるんでしょうかね。で最後に気になった点ですが、あんまり内容が良くない夢を見ちゃうということです。いやマットレスと寝てる時に見る夢と関係あるのかと私自身思うのですが、ただこのマットレスを使って明らかに夢を見る機会が増えました。正確に言うと人間寝てる時は夢はいつも見るけど覚えているとか覚えていないの差らしいんですが、今回のコアラマットレスに変えると3、4日に1回は夢の見た内容を自覚できるようになります。しかもなんか追われていたりとか疑われていたりとかいう内容で、あんまり気分がいいものじゃないんですよね。あとはその頃の現実での仕事のストレスとかもまああるかもしれないんですけど、まあでも関係ないかなというのが本音です。それで驚いたんですが、Amazon の商品レビューでも同じことを書いてる人がいたんですよね。しかも結構いいねをもらっていて、やっぱりなんか関係あるのかもしれません。それで Apple Watch で睡眠状況を見ていてこんな感じになっています。まあこれも正確な測定とは言えないかもしれないんですが、で夢っていうのはレム睡眠の時に見るとかって言われてるようですが、そのレム睡眠中の時間とかが関係あるんでしょうかね。で結局関連とかわかんないんですが、その夢のせいで夜中に結構起きたりしてしまっています。以上言ってきた合わなかった3点のために私はこのマットレス返却を決意しました。それで今回のこのマットレスについて補足として2点言いたいことがあります。1つ目ですが、このマットレスの返却がかなりスピーディーに行えたということです。Amazon での購入だったのでうまく返却できるか不安がありましたが簡単でした。 Amazon の注文番号を記載してメールを送ったところ、すぐに了解しましたと返信が来まして、でその返信メールに書いてあるウェブページにアクセスして返却日とかの手続きをすぐに行いました。長ったらしいアンケートとかは私の場合はなかったです。あえて返却時の注意点を言うのであれば、マットレスのこの広がった状態で玄関先とか引き渡しの場所にうまく運び出せるかが問題ですね。マットレスの状態でも結構形状は簡単に変えられるので私は問題なかったです。で引き取りの時もこのマットレス専用の運送会社の人がいるんですかね。でその人が一人で軽々と運んでいきました。これで言いたいことですが、値段以外でこのマットレスが、まあ、合うかなとかで悩んでる人はぜひとも試してみてはいかがでしょうかということです。はい。で補足2つ目ですが、商品説明の時に言いましたが、このコアラマットレスにはいくつか種類があり、まあ、YouTube でも結構レビューされてたりするんですが、そのコアラマットレス評価してる人はこっちの商品を押す人が見受けられたと思ってます。通常価格8万2000円でセール時でも6万5000円ぐらいとなっていて、値段もそれなりにしますが、今回の商品と結構変わってるようでして、で私が購入したこっちの商品は、まあ、私としては合わなかったんですが、そのちょっと高めの商品こっちはまた寝心地が違ったりするのかなと思っています。で今回の動画の感想は、まあ、この商品だけということで、他の種類のは、まあ、参考にせずにというところですね。はい、まとめです。コアラのオリジナルマットレス、私にはちょっと合わない商品でした。悩みだった腰痛とかは起こりませんでしたが、ちょっと硬めで、あと横向きで寝るときに寝づらい感じがする、あとは熱がこもって蒸れる、そしてかなりの確率で夢を見て、まあ、その内容で起きてしまうと、ちょっと気になる点が多く返品しました。
私のマットレス探しは、まあ、続くというところで、今回の動画は以上となります。